ブナスタルデスアミゴス、どうも PJLL のパハロンです。はい、どうも皆さん、いやー、ついにね、収録日がやってきましたよ。まあ、今日ね、6本ね、撮るから、もう何を撮るかっつったら、まあそれはもう、あの、いろいろね、 11.3 の振り返りと、ニア系記者会見ですねが行われて、そこで発表されたいろんなものを、もうこう、ちょっと振り返りと絡めつつですね、あの、いろいろ語っていきたいと思います。まず今日はですね、はい、レッスルキングダム14、 IWGP ヘビー級、 IWGP インターコンチネンタルダブル選手権試合が決定しました。いやー、これね、まあ、皆さんご存知だとは思うんですけれども、LINE ですね。LINE の方でですね、緊急アンケートというのがいきなり飛んできまして、まあ、その 11.3 のですね、最後をですね、インターコンチネンタルの選手権試合、J 対後藤が終わった後に、こうね、内藤さんも出てきて、J ホワイトも当然いるし、内藤さんも出てきて、井伏孝太も出てきて、で、岡田和親も出てくると。で、そういった状況で、こうね、いろんな、2回やりたい、2回やりたい、2回やりたい、みたいな、なんでやねんみたいな、岡田和親選手とか言ってましたけれども、そういえば内藤さんと、東京ドームといえば、投票っていうのがあったよね、ということでですね、緊急アンケートで、その、2冠戦ですよね。まあ、ダブル選手権試合を見たいか見たくないかという緊急アンケートが飛んできてました。はい。まあですね、結果としては賛成が 15,952 票、反対が 9,055 票ということで、まあ、賛成が多かったということでですね、1.5、東京ドームはですね、IWGP のヘビー級とインターコンチネンタルのダブル選手権試合として開催するということになりました。そして、そうですね。なので、1.4 の東京ドームで行われる IWGP ヘビー級選手権試合、岡田和親対井伏孝太の勝者と、IWGP インターコンチネンタル選手権試合、J ホワイトと内藤哲也の勝者が IWGP ヘビー級インターコンチネンタルのダブル選手権試合で 1.5 で対決するということになりましたと。で、ここで負けた2人が、スペシャル、1.5 ではスペシャルシングルマッチということで、戦いますよということになったということなんでございますよ。うん、いや、わかりますよ、皆さん。はい、いろんな、これに関してはですね、まあ、賛否両論いろいろあるというところね、わかっております。はい、例えばですね、この、まあ、LINE ではどんな風な投票結果に途中経過になってるかとかは見れないので、新日本プロレスの公式アカウントのツイッターの公式アカウントですね、まあ、こちらの方で投票をやってますというね、ツイートがありまして、でそこに対して皆さんこういろいろリプライね、返信をこうガーって入ってるのを僕はまあ見てたんですけれども、まあね、ほとんどノーでしたね、そこで見てる限りは。はい、なので、意外に賛成が、まあ、だからツイッターやってないけど、LINE はやってるみたいな。そうももちろんいるということなんだろうな、ということだとは思うんですよ。で、まあ、なんで LINE でやるのみたいなことなんですけど、おそらくですけど、LINE っていうのは、まあ、ほぼほぼ電話番号認証と言って、まあ、簡単に言うと一つの電話番号に一つの LINE というのが、まあ、原則なんですよ。まあ、なんかいろいろ裏技使う人がいたとしたら、大量にそのアカウント取得するってことができる可能性ありますけど、なので、例えば、一人で5回線ぐらいね、電話番号を契約しているとか、いう人がいない限りは、まあ、ほとんどの場合、一人一票というのが、まあ、LINE であれば、わかるというですね、まあ、要するに不正が行われにくい、のが LINE なのではないかというふうに僕は思ったので、 LINE でやるのかなと。あとは集計が早いとかそういうことなんじゃないかなというふうには思うので、 LINE でやったというふうには思うんですけれども、まあもちろんね、 LINE 使ってないから投票できないとかいろんなことがあると思いますが、まあ
僕もね、緊急アンケートっていうので来てたんで、あ、アンケートなんだと思って、投票じゃないんだって思ってたんですよ。だからまあ、これを見て、なんかどう、新日本プロレスが動向をどうするかチェックして、今後の展開が決まるのかななんていうふうに思ってたら、もう、実はもう、その緊急アンケートが投票でしたみたいな、ね、形になっていると、こういうことで。ね、みんな投票したのかな？まあね、でもね、だいぶ僕はね、びっくりしました。そのツイッター、公式サイトのツイッターの、その皆さんがね、いろいろ返信を書いてるの、僕は300件ぐらいね、リプライがついてたんですけど、僕が見たときは。で、大体の読むと、ほとんどノーで、なんかね、僕はすごくびっくりしたのは、今の例えば新日本プロレス、っていうのはもうめちゃくちゃ消化、ショーですよね。試合っていうか、戦いっていうよりも、その戦いっていうよりもショーじゃないですか。ね。もうサーカスとか、どっちかっていうと、フィギュアスケートとか、そういった感じの方にどんどん近くなってきてるんですよ。昔に比べるとね。戦う、男同士の戦う魂がどうたらこうたらみたいなことってほとんどなくなってきてますから。だからそれを考えると、そんだけ、ショーを楽しんで、僕はね、みんなショーを楽しんでるんだって思ってたから、そんだけショーを楽しんでる人たちが、こんだけベルトに対しては、ノーを突きつけるんだなっていうふうに、めちゃめちゃ思いましたね。なんか見てて。ね、なんか IWGP の価値が下がるみたいな感じの捉え方してる方が結構多かったっていうか結構いましたけど、別に僕はね、2冠戦やったところでですよ、別に インターコンチチャンピオンが IWGP に勝ったからといって、インターコンチが上とか、そういう感じのものだと僕は全然認識してなかったので、別に IWGP の価値が下がるとかそういうことじゃないと思うんですよね。インターコンチネンタルチャンピオンと IWGP チャンピオンが戦って、勝った方が単純に、トップオブトップっていうことですよね。トップオブトップで単純に2冠2つのベルトを、体感するっていう風にしか僕は捉えてなかったので、価値が下がるとか なんでってずっと僕は思ってましたね。価値なんか下がらんやろみたいな。一番強いやつがただ2冠になるだけじゃんみたいな。簡単に言うとね。というふうに僕は思っていたので、まあ、価値なんか下がるはずないのに、何の価値が下がるみたいな、いうふうに思ってましたね。で、まあ、これによって、まあ、私、このチャンネルではずっと内藤ファンであるということは公言してまいりました。そして、逆転の内藤哲也は東京ドーム2日間だけで大逆転するというシナリオも、すでに YouTube の方で発表しているわけなんですけれども、まあ、こちら8月の20日にアップした動画なんですけれども、まあ、その目論見通りにですね、もう進んできていただいているということで、まあ、おそらく、ドーム 1.5 で、内藤哲也体感のデアポン締め。まあ、この確率はもう相当上がってる、なと。まあ、ほぼ確と言ってもいいんじゃないかなというふうには、個人的には思っています。まあ、ここでね、岡田選手が2冠ってなってくるとですね、まあね、それはどうなんっていうことなんですよ。なのでね、はい。まあ、で、あとはその、なんだっけ、その統一？IWGP とインターコンチを両方取った人がインターコンチを封印してしまうのではないか。ということに対して、まあ、不満があるというような意見もありましたし、逆に統一するんだったら賛成するよみたいな意見もまあ見かけましたね。で、まあ僕はですね、正直言うと、統一してほしいなというふうに思っています。はい。ベルトのチャンピオンが多すぎるっていうのは、むしろ IWGP の価値を下げているというふうに、まあ、僕は思っています。はい。まあ、IWGP チャンピオンはね、僕は少なければ少ないほどその価値が増すというふうに思っているので、ベルトはね、できる限りもうシンプルにしてもらった方がいいかなとは思ってるんですよ。で、前、どっかの動画でも上げたんですけど、結局そのアメリカ用のベルトと日本用のベルトで分けてしまえばいいんじゃないのっていうふうに、
思っていましたので、多分 US ベルトっていうのは IWGP の US ベルトっていうのが結局アメリカのベルトの多分頂点に立つベルトになるんじゃないかなと思うんですよ。でそうなった時にはもう結局 IWGP とインターコンチとネバーとみたいなで日本で分かれちゃうと、まあめちゃめちゃまたねチャンピオンが多すぎて複雑ってなるから、日本のトップオブトップっていうのはやっぱ IWGP ヘビー級であると、そして団体のトップが IWGP ヘビー級であるという風なシンプルな仕組みを作るためには、海外は US、 日本は IWGP という風にシンプル化した方がね分かりやすいと思うので、僕はこれが非常にいい方向に僕としてはね行ってるんじゃないかなという風に思っています。まあ、ようやくね、まあ、内藤さんのターンがやってきたかなというところでございます。はい。まあ、いろんなね、不平不満があるとは思うんですよ。賛否両論になってますからね、当然ね。まあ、それはね、あるとは思うんだけれども、まあ、ツイッターでもね、ちょっと言いましたけど、前のね、僕が気に入らないし、日本プロレスが続いている段階に対して、やっぱり、ちょっと愚痴っぽい動画を僕は出したりするんですけど。そこでも言いましたけど、やっぱ宇多田ヒカルのね、歌に例えて、やっぱ誰かの願いが叶う頃、あの子が泣いてるよっていう歌詞があるわけですよ。まあ、つまりそういうことだと思いますよ。はい。まあ、今までは、僕、正直言うと僕のターンではなかった。ね、内藤ファンである僕のターンではなかった。確かにインターコンチチャンピオンだったりとかしましたよ。内藤さんはねインターコンチチャンピオンだったりとかしたけど、さっきも言った通り、まあ、僕の中の考えとしては IWGP が最高峰なわけで、できれば内藤選手には僕は IWGP のヘビー級チャンピオン、またね前一度だけ体感してますけど、もう一度体感してほしいというふうに願ってきたわけです。で、まあ、2018年のドーム大会ですか。ここで岡田選手に敗れて、ね、なんて言うんでしょうね。そこからの内藤哲也というのは、まあ、ベルト、インターコンチのチャンプになったりはしましたけど、僕からすると価値がないんですよ。だから、一番じゃないからね。一番のベルトじゃないので、インターコンチチャンプに何回なろうとも、別にね、例えばインターコンチネンタルチャンピオンベルトの最多防衛記録を作ろうとですよ、内藤哲也が。別に僕としては全然嬉しくないんです。はい。ぜひもう一度 IWGP を巻く内藤哲也を見たいと思ってやまなかったわけです。でそこから考えると2018年、そしてこの2019年、当然内藤哲也は IWGP を巻いていませんよね。はい。つまりしかもですね、この2年間、飛ぶ鳥を落とす勢いだったロスインゴの勢いを抑えるかのごとく、ね、内藤哲也には正直言うといいところはなかったです。はい。そこを考えると、僕はですね、この2年間、あの子が泣いてるよっていう側に僕はずっといたわけです、この2年間ね。でようやく日の目を見るかもしれないというターンが来たわけなんですよ。で逆にそうじゃない、あの子が泣いてるよっていう立場になってしまう人たちも今回のことで出てきたと思います。はい。でもそれはしょうがないですよ。みんなの願いは同時に叶わないから、こういったことを繰り返していくのがプロレスなんですよ。いい時もあれば悪い時もある、いい時もあれば悪い時もある、まあ、こういったのを繰り返していくのがプロレスなのでね、ぜひ納得いってない皆さんいらっしゃるとは思いますが、ここは耐え忍んでまた自分の思うような展開が訪れるまで耐えるか、耐えきれなくて去っていくかは皆さんの自由だと思います。まあでもね、やっぱ面白いコンテンツだと思いますよね、プロレスってね。ファン投票で試合が決まるかもしれないっていうね、ことができるっていうのはすごい要素だと思いますよ。まあ、確かにこの結果が本当なのかどうかわからないとか、っていう部分ももちろんあるとは思います。もちろん僕も逆の立場だったら同じようなことを言ってると思いますよ。嘘じゃないの？この結果とかね。言ってると思います。うん。まあでもね、
それも含めて、もう、すべてがプロレス。だからプロレスってね、ある意味都合のいい言葉なんだけど、もうすべてが、やっぱりね、人生浮き沈みあるでしょ、あったでしょ、皆さん。これから迎える方もいるでしょ、あれ。だからそこをね、どう乗り越えていくか、さっきも言った通り、耐え忍ぶのか、どこかのタイミングで去ってしまうのか、それはもう皆さんの自由なのでね、自分で決めたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。なので、今回のことで喜んでいる人もいれば、その裏側で悲しんでいる人もいる。これが、プロレスです。これはもう人生もそうでしょうかって。そういうことだと思いますよ。はい、だから宇多田ヒカルはあんな歌詞を書いた。宇多田ヒカルが作詞かわからんけど宇多田ヒカルの曲にはそういった歌詞が出てくるということなんじゃないかなというふうに思います。ということで IWGP ヘビー級 IWGP インターコンチネンタルダブル選手権試合、僕は来年の東京ドーム 1.4、1.5 両日とも参戦しますので、この目でこの耳で確かめていきたいと思います。まあ、皆さんも今回のね、このアンケートだったりとか、いろいろダブル選手権についていろいろご意見、ご感想あるかと思いますので、ぜひその辺はコメント欄に書いていただければという形でございます。そして、チャンネル登録、高評価もお願いというかお待ちしております。まあ、否定派の皆さんからしたらね、多分、低評価、つけたくなる内容だと思いますが、まあ、それも自由です。はい。ぜひ、お好きなように。ということで。また次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴ。アディオス。